はい、ゾウの部屋です。雷神28東京ドーム新カード発表。夏川天心、フェザー級王者斉藤豊、ライト級タイトルマッチ佐藤壮座、喧嘩や相撲レスラー須田理夫剛、底辺芸人ケトルベトル緊急参戦決定です。6月13日の東京ドーム大会新カードが発表されました。実はここは雷神ではなく夏川天心 vs タケル戦が組まれていたのですが、タケル選手の拳の怪我で延期になりました。何度かニュースになっていますが、夏川天心選手は強すぎて対戦相手が決まらず今も調整中です。1日3人と試合するのではないだろうかと言われています。おそらく双子キックボクサー江端瑠衣、江端睦月、小畑のお兄さんになるのではないでしょうか。次にライト級タイトルマッチも決まりました。期待されていたサトシ・ソウザ vs ムサイフ選手の試合です。寝技対立ち技の競合対決になります。ここ最近の盆栽柔術の勢いでサトシ・ソウザ選手が有利かもしれません。次に喧嘩や相撲レスラー須田理夫剛 vs シビサイ選手の雷神120キロヘビー級マッチも決まりました。実質喧嘩や相撲レスラー須田理夫剛選手の MMA デビュー戦となると思います。ここで須田理夫選手のポテンシャル実力が評価できるのではないでしょうか。もしこのまま実力が高いのであれば、元オリンピック柔道金メダリスト今はクロアチア人の石井聡さんとの対戦が大晦日に見られるかもしれません。相撲レスラー対柔道家の楽しみな一戦です。また今回は底辺芸人ケトルベトルの緊急参戦も決まりました。ケトルベトルのブラックパンサーベイノア選手は芸人もしつつ極真空手もしつつライズのキックチャンピオンでもありつつ MMA にも参戦するという四刀流で頑張るそうです。契約体重は73キロです。初 MMA 戦としてはハードルが高いのですが、対戦相手はエリートサラリーマン引率のヤマスドミネーターサトシ選手です。体重差はかなりありますが、面白い戦いになるのではないでしょうか。ヤマス選手はトリッキーな動きで相手を幻惑し、下からの関節技や思いっきりのいい打撃で KO や一本をする選手です。片やブラックパンサーベイノア選手はキックボクシングの試合の後に中途半端なマイクで会場を滑らせるのが得意な選手です。ドミネーター選手は下からの関節技もできるため、ブラックパンサーベイノア選手の打撃には付き合わず、寝技で勝負していけば問題なく勝利するとは思います。どこまで試合を盛り上げようとするのか、空気を読むのかで結果は変わってくると思います。ブラックパンサーベイノア選手は昔の塩コショウみたいな形で芸人格闘家として頑張っていくのではないでしょうか。見た目は非常に強そうですので、黒いは強いの武田選手とやってほしいと思います。最後に待望の斉藤豊戦が決まりました。噂されていたようにウガール・ケラモフとの戦いです。今回はノンタイトルマッチとなるようです。ここで簡単に試合予想をしてみます。斉藤豊選手は空手出身で打撃の強いオールラウンダーの位置づけです。周東元王者で非常に強い選手なのですが、最近では外国人選手に2敗、伊佐選手に1敗しています。斉藤豊選手は日本人としては非常にフィジカルが強く、日本人相手にはフィジカルとオールラウンダーのテクニックで勝てるのですが、外国人選手のフィジカルに負けてしまい敗戦することもありました。伊佐戦でも伊佐選手は柔道出身で腰が強く、柔道の投げと抑え込みで上を取られ、確かスプリットで負けました。腰の強さ、フィジカルの強さで上回れると劣勢になる印象があります。今回のウガール・ケラモフ選手はサンボ出身ですので、腰と寝技は強い可能性があります。また身長リーチもややウガール・ケラモフ選手が上回ります。戦力比較でいうと打撃の強さではリーチのこともあってウガール・ケラモフ選手が少し上だと思います。寝技組み技は未知数な部分はありますが、そこまで差はないでしょう。タイプ的には打撃の強めのオールラウンダーと似ています。そこで少しウガール・ケラモフ選手が打撃とフィジカルで上回るかもしれません。また下顎もじゃお強い説というのが格闘技界でありますが、ウガール・ケラモフ選手も下顎もじゃおですので非常に強いと思います。ヌルマゴメグドーフやユーラシア中央あたりの下顎もじゃおたちは非常に強いので、今回はウガール・ケラモフがモフモフしたヒゲで勝つのではないでしょうか。斉藤豊選手が勝つとすれば、マサ斉藤並みのヒゲを蓄え韓国固めで一本勝ちしかありません。以上となります。詳しい試合展開などはまた違う動画にしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。